世紀の番狂わせ。今回は予想を覆し、カマセイヌが勝った試合を5試合ご紹介します。最初にご紹介する試合は赤井秀和 VS 大和田正治。赤井秀和は地元大阪で赤井の名を知らぬ者がいないほどの暴れん坊でした。同世代に同じく喧嘩が強いとされていた前田明氏も有名ですね。タレントとして活躍するトミーズ正さん、通称正さん。彼は元プロボクサーで赤井さんと交流があります。当時赤井さんとスパーリングをした正さんはジャブがコンボみたいだった、こいつには勝てないと思ったそうです。その好戦的なファイトスタイルからなりわのロッキーのニックネームで呼ばれ、 KO 連発で快進撃を見せた赤井さん。ユーモア交えたトークセンスも抜群で人気もうなぎ登り、当時の日本記録であるデビュー以来12試合連続 KO 勝ちという快挙を成し遂げ、強打を武器に世界タイトル獲得も時間の問題とまで言われるほどのボクサーでした。まさに最強。しかし期待されていた世界戦では粘り強いカリーに敗戦。引退も考え出しますが再起を決意、世界戦に向けて試合をこなしていきます。めっちゃ赤井さんについて喋ってますが、今回の主役は対戦相手である大和田正治選手です。褐色の肌にスキンヘッド、口ひげというその風貌から和製ハグラーと呼ばれていました。確かにハグラーに似ていますが、個人的にはトーマスハンズに似ているような気がします。そうでもないですかね。 KO 率は高いものの11敗中 KO 負けが9と打たれ弱い印象があります。人気、実力ともに赤井さんの方が圧倒的に有利とされていました。下馬評も歴然の差。リングに戻ってきた赤井さんは磨きのかかった強さを見せて5連勝。2度目の世界タイトル挑戦が内定していた赤井さん、その前哨戦として大和田正治さんとのノンタイトル10回戦に挑みます。当時大和田正治さんは赤井さんの世界挑戦に弾みをつけるためのカマセイヌだと見られていました。試合開始、大和田選手はガンガン強打を振り回し攻めまくる赤井選手を巧みにかわしつつリードジャブを放ち勝機を伺います。3ラウンド、大和田選手のタイミングになってきたカウンターが次々と赤井さんにヒット。4ラウンド、至近距離からの強烈な右ストレートでついに赤井選手の膝が折れます。かろうじて立ち上がるも足元がふらつく赤井選手。迎えた第7ラウンド、大和田選手の左フック、そして左ストレート、赤井選手はついに力尽きました。下馬評を覆した大和田陣営は大喜び。世間の赤井有利の評判も耳に入っていたでしょう。連勝を重ねていた赤井さんと対戦するのは怖かったでしょう。しかし自分を奮い立たせ冷静に攻め立て、見事大番狂わせを起こしたのでした。マニー・パッキャオ6階級制覇王者、今では歴代ボクサーの中でも圧倒的な実績、人気を誇る名チャンピオンですが、現在の地位を最初から持っていたわけではありません。彼の快進撃のきっかけとなったのがマルコ・アントニオ・バレラとの一戦。世界3階級制覇王者ベビーフェイス・アサシンの愛称を持つメキシコの英雄、ディフェンス技術と基礎能力がズバ抜けて高く、ファン・マヌエル・マルケスやエリック・モラレス、当時無敗街道を突き進んでいた人気ボクサーナジーム・ハメドを12回判定勝ちで破ったりと、数々の強敵と死闘を繰り広げていました。一方マニー・パッキャオ、鋭い踏み込みから放たれる破壊力抜群のパンチ、超人離れした連打、実質8階級を制覇したレジェンドボクサー、16歳1ヶ月、ライトフライ級にてプロデビュー。デビュー戦のファイトマネーはわずか2ドル。体も小さく細身の体型、現在の姿からは想像もできないです。もちろん元々パンチ力もあり、22歳でチャンピオンになるほどの実力は持っていました。華やかな未来への第一歩、転機となったのは一気に3階級もの階級を上げたこと、そして名トレーナーフレディ・ローチとの出会い。ここからパッキャオの強さは常人離れしていきます。出世試合となったバレラ戦、下馬評も4対1とバレラが有利。もちろんパッキャオは強かったです。しかし世間的に知名度がないフィリピンのボクサーに興味を持っている人は少なかった。まさにカマセイヌ。試合が始まると早速動きがあります。サウスポーのパッキャオにジャブをつくバレラ、左の打ち終わりに足が絡まりパッキャオはダウン。明らかにスリップでしたが、
会場の雰囲気も重なりダウンとなってしまいます。3ラウンド中盤、パッキャオはガードを固めるバレラの外側からフックやボディを当てます。そしてすぐさま離れるを繰り返しバレラを追い詰めていきます。終盤には強力なボディをまとめて当てていきます。この時点でバレラの表情に余裕がなくなってきています。4ラウンド5ラウンドとパッキャオの勢いは止まりません。バレラはパッキャオのスピード、回転力についていけません。下馬評通りとはいかず、パッキャオ優勢で試合が進んでいきます。そして迎えた11ラウンド、残り1分、ロープ際でパッキャオのショートの左をもらったバレラは大きくふらつきます。さらにパッキャオの追撃でダウン。なんとか立ったものの、ロープ際でパッキャオの追撃の連打にさらされて、バレラのセコンドが試合を止めに入りました。まさかの展開に会場のボルテージは最高潮。フィリピンの無名ボクサーがボクシング大国メキシコの英雄マルコ・アントニオ・バレラ相手に大金星を挙げた試合でした。パッキャオの快進撃はとどまることを知らず、バレラ再戦エリック・モラレス、ファン・マヌエル・マルケス、オスカー・デラ・ホーヤ、そしてメイウェザーと世界最高峰のボクサーと対戦し、レジェンドボクサーへと成り上がりました。パンチの体感衝撃度2トン。圧倒的な強さを誇ったヘビー級ボクサーマイク・タイソン。全盛期のタイソンは負ける姿が想像できませんでした。パンチに注目がいきますが、彼の強さはスピード、フットワーク、腰の使い方にあると思います。びっくりするぐらい体幹が優れているんで、どんな体勢からでもビッグパンチを放てます。そんなタイソンが日本で行った試合、対戦相手はジェームス・ダグラス。日本中、いや世界中がタイソンの KO 勝利を確信していました。ラスベガスのミラージュの賭け率は42対1、タイソン勝利。ダグラスに賭けていれば大儲けです。この時タイソン陣営はダグラスに興味はなく、調整試合と考えていました。まさにかませ犬。しかしダグラスの試合を見てみると、彼は弱くありません。リーチを生かしたジャブ、洗練されたディフェンス技術、この試合にかける意気込みもとんでもないものがありました。ダグラスにしてみれば、人生をかけるというより試合後に後遺症が残るぐらいの恐怖、つまり命をかけるほどの覚悟に違いなかった。ダグラスにとって負けられない最大の理由が、最愛の母親の死。タイソンに勝てるわけがないと嘲笑されていた母は、私の息子は必ず勝つと言い返していたらしいです。信じてくれた母のために戦って勝つとダグラスは決意。かたやタイソンの私生活はひどいものがありました。全ての元凶は死であるカス玉との死、そしてドンキングとの出会い。ドンキングはボクシングプロモーターです。金儲けが大好きで、ボクサーを利用し金を稼ぎまくり、選手の人生を狂わしてしまうことで有名です。タイソンを支えたカス玉ともドンキングだけには近づくなと釘を刺していたそうです。どんな試合でもドンキングの姿が確認できたら要注意です。ドンキングの影響か、タイソンは試合開始数時間前まで女性と遊んでいたそうです。もしかしたらこの時、遊び相手の女性に自慢のダイナマイトパンチをドンキングさせてしまっていたのかもしれません。私も今言ったことに対して意味は全く分かっていません。責任も持ちません。いざ試合開始、1ラウンドからダグラスのジャブが光ります。大方の予想を裏切り、一方的な試合ではありません。8ラウンド、ダグラスに対しロープを背負い打たれ続けるタイソン。ここでタイソンの渾身の右アッパー、この一発によりダグラスはダウン。理不尽な一撃、これがタイソンです。しかしここで問題が起きます。遅れてカウントを始めたレフェリー。ダグラスはなんとか立ち上がります。ダウンしてから10秒以上経過しています。普通であれば10カウントですが、立ち上がったダグラスを見てなんと試合を続行させました。そしてここでゴング。 KO を期待されたタイソンですが、時すでに遅し、残りのラウンドは動きにキレがありません。迎えた10ラウンド、ダグラスのアッパーから左右と連打を浴び、タイソンがダウン。必死に立ち上がりますが、ふらつくタイソンを見てレフェリーストップ。初黒星を喫しました。世紀の大番狂わせを演じたダグラスはリング上のインタビューで泣きながら母親への感謝を口にしました。カマセイヌが見事に噛みついて勝利をもぎ取った試合でした。レノックス・ルイス、生涯戦績44戦44勝、
32KO、 カナダ代表でソウルオリンピックにも出場し、スーパーヘビー級で金メダルを獲得するほどの実力を持っています。強打者でありながら丁寧なジャブを放ち、じっくりと試合を組み立てるアウトボクサー、ワンツーのスピードが桁外れ、めちゃめちゃ強いボクサーでした。 WBC ヘビー級タイトルマッチ4度目の防衛戦、対戦相手はオリバー・マッコール。74戦58勝37KO14敗、もちろん弱くはありません。丁寧なジャブ、何よりカウンターがめちゃくちゃうまい。しかし対戦相手はレノックス・ルイス、誰もがルイス勝利だと確信していました。お互い気合が入り、バッチバチの両者、目線を一切外し、すいません、ちょ、一回巻き戻します。嫌な予感が、これドンキングです。これこいつ、ここにもいました。ほんとどこにでも現れますね。失礼、試合に戻ります。両者中距離からジャブを放ち様子見、やはりルイスのジャブが光ります。しかしマッコールの怖いところがこのカウンターです。ルイスが打つパンチにカウンターを合わせていきます。中盤マッコールの連打に見事なカウンターを放つルイス、クリーンヒットします。両者カウンターがうまく、いつ KO になってもおかしくない緊張感が漂っています。改めて見るとマッコールは本当にカウンターがうまい。迎えた2ラウンド、まばたき厳禁、高速のワンツーを放つルイス、これに見事なカウンター、全体重を乗せた右がクリーンヒット、ルイスはダウン。なんとか立ち上がるルイスですが、レフェリーストップ、喜びを爆発させるマッコール、実力ではそこまで差はありませんでしたが、キャリアを考えると見事な大番狂わせ。余談ですが両者は再戦しています。この試合が大問題で明らかにかなわないと感じてしまったのか、マッコールは試合中に急に態度が変わり手を出さなくなります。ふてくされてしまうマッコール、挙句の果てにはリング上で泣き出してしまいます。そして危険、何もかもうまくいかないとき、こういう感情になってしまうのはまあわからなくはないです。しかし彼はプロのボクサーです。しかも試合中っていうか、まあまあ年齢を重ねたおじさんです。泣くのは良くない、ドラッグのせいだとかいろいろ噂されていますが、ちゃんと実力を持ち実績のあるボクサーのこういった姿はあまり見たくはありませんね。世紀の番狂わせ、かませ犬として呼ばれた日本の侍が奇跡を起こした試合です。今回の主役石田信弘選手は元 WBA 暫定世界スーパーウェルター級王者。当時の石田は元チャンピオンとはいえ、年齢的にはキャリアの終盤、支えてくれる家族のためにあと3ヶ月、ラストチャンスと銘打って名トレーナーのルディ・エルナンデスを頼り、海外で練習をしながら対戦相手を探しました。無名の日本人、それも35歳、なかなか試合が決まらず時間だけが過ぎていきました。そんな石田に試合のオファーが訪れます。対戦相手はジェームス・カークランド、当時の戦績なんと27戦全勝、24KO、 ボクシングの本場アメリカ出身、豊かな才能を持つハードパンチャー、タイソンの再来などと言われていました。カークランドは素行がかなり悪く、刑務所を何度も出入りしていました。この時も出所したて、出所ほやほや、調整相手、楽に勝てる相手として石田を指名したのです。世間も石田は無力、カークランドがどう倒すかが注目などと舐めまくりです。いざ試合開始。1ラウンドスタートからカークランドは石田に接近、サウスポーから左の強打、パワーでは圧倒的にカークランド優勢。さらに出てくるカークランド、ここで衝撃が起こります。石田の右から左を返したワンツーがカークランドの顎にクリーンヒット、カークランドは前のめりにダウン。予想だにしない展開に会場は大騒ぎです。追い詰める石田、ストレートを中心にパンチを放ち、カークランドを追い詰めます。そしてまたもやダウン、力を振り絞り立ち上がったカークランド、迎えた1ラウンド1分52秒、ここしかないと決めた石田、連打を放ちます。そして見事3度目のダウンを奪い試合終了。石田は悲願の TKO 勝利を果たしました。カマセイヌが見事に噛みついたのです。この試合はアメリカで権威のあるボクシング雑誌でその年最も大番狂わせを起こした試合としてアップセットオブザイヤーに輝きました。
会場から出た石田は現地のボクシングファンから囲まれ、ヒーローとして称えられました。どんな時でも石田を支え続けた奥さんはその光景を遠くから誇らしげに見つめていたそうです。続きましては13試合連続 KO 勝利、浜田剛と行きたいところですが、味噌汁が飲みたいので次のファイトでお会いしましょう。それではまた。